会社行きたくないな、うん、すみません。ちょっとどこ見て歩いてるんですか。え、あ、僕そっくり。ウリ二つですね。生き写しのようだよ。本当ですね。そうだ、あなた何かお金に困ってたりしませんか。常に困ってるけど。何、新たな勧誘。いえ、そのもしよかったらというかお願いがあるんですが。お金になるんだったら聞いてあげますよ。なりますよ。お願いって何。僕になってくれませんか。え、抵抗ペンギン。インフルエンサーになるとどうなるのか。お前さっきから自撮り写真を撮ってどうしたんだ。 SNS にあげるんだよ。お前の写真に需要はないだろ。ちっちっち、これを見なよ。なんだ、え、フォロワー数が500万。そういうこと。お前こんなにフォロワーがいたのか。僕の人気ぶりがわかった。いつの間に。この前まで10人にも満たないって嘆いてたはずじゃ。どうしていきなりこんなに増えたんだ。実は今朝ね。僕になってくれませんか。え、どういうこと。実は僕インフルエンサーなんです。インフルエンザー、うん、近寄らないでくれる。違いますよ、インフルエンサーです。インフルエンサーって君知ってるかい。当然だ、世間への影響力が強い人のことだろ。そうそう、そのインテリネンザさんが何の用。インフルエンサーです。自分で言うのもなんですが、僕って超有名人なんです。よく自分で言えますね。でも超有名人かつ超人気者がゆえにいろいろとしがらみがあって。ほんと、よく自分で言えますね。もうこの生活から抜け出したくて、そこで僕とこっそり入れ替わって、あなたが僕の代わりにインフルエンサーになってもらいたいのです。つまりそのお前と似ているパンダのアカウントを譲ってもらったってことか。そういうこと。でもそのウリ2つのパンダは今後どうするんだ。なるほどね。いいですよ。本当ですか。ありがとうございます。でもアカウントを僕に譲った後、君はどうする気なの。僕は動物園に戻って平穏な見せ物パンダに戻ります。だから今日から僕は超人気有名人ってこと。そういうわけか。インフルエンサーは SNS に投稿することが仕事みたいなものだからね。だが替え玉は詐欺じゃないのか。替え玉の方が有能な可能性もあるよ。お前の根拠なき自信だけは見習いたい。インフルエンサーマーケティング。パンダさん、おはようございます。え、うん、おはよう。今日のモノトーン光でも洗練されてますね。そう、なぜ上司がオベッカ使ってるんだ。それに比べてペンギンは地味なモノクロで葬式臭いぞ。こいつとほとんど変わらないだろ。ところで僕今日はもう帰っていい。もちろんです。とも、なんでそうなる。パンダさんはうちの大事な広告塔だからな。会社に所属してくれてるだけでいいんだ。こいつが広告塔。インフルエンサーマーケティングって知ってるかい。影響力の強いインフルエンサーが商品を紹介したりするあれか。そうそう、パンダさんには SNS でうちを PR してもらってるからな。そのおかげで売上利益も右肩上がりだ。帰ったらまた PR 写真アップしておくから。それじゃよろしくお願いします。そういうわけでパンダさんの分までお前が仕事しろよ。なんで俺がって考えたらいつもそうしてるか。インフルエンサーで大儲け。また企業から PR 依頼が10件も来てる。めんどくさいな。全部断ろう。他の仕事もお金も腐るほどあるしね。パンダのやつは今頃インフルエンサーとして一生懸命働いてるのか。俺も頑張ろう。パーティーやイベントへの招待が多く来る。よー、社畜くん。久々の出社だな。何しに来た。下々の働きぶりを鼻で笑いに来たのさ。その腹黒さだけは変わらないな。それにしても随分と暇そうだな。そうでもないよ。一応仕事はしてるんだったな。まあね、最近はイベントやパーティーに引っ張りだこだよ。それも仕事なのか。
世間のセレブたちと交流を深めるのも立派な仕事だよ。いい身分だな。この前はジャスティン・ビーバーのホームパーティーに呼ばれたし。あの世界的歌手のジャスティン・ビーバー。一昨日はルイ・ヴィトンのコレクションにも参加したよ。セレブ御用達ブランドのルイ・ヴィトンか。忙しくてしょうがないよ。遊んでるようにしか思えない。この後もパーティーに行かないといけないんだ。今日は何のパーティーに行くんだ。大麻パーティーだよ。まさか闇に通じてるわけじゃないだろうな。僕は僕だよ、ペンギン。ならいい。インフルエンサーはスクープの餌にされる。お金も名声も手に入れた。僕の人生すごくハッピーだ。あの、パンダさんですか？そうだよ。私大ファンなんですよ。よかったら一緒に写真撮ってくれません？もちろん。ありがとうございます。おいチーズ。翌日。これは何読んでるの？パンダ。お前パンダはどこだ？え、大麻取締法違反の容疑で逮捕だ。そんなペンギン助けてよ。調子に乗りすぎて身を滅ぼしたな、パンダ。くそー、北の女にはめられてんだ。僕は無実だ。動物園では、やっぱり平穏な動物園が一番幸せな気がする。僕の代わりを務めてくれているあのパンダ君、何をしているかな。変な、俺がヒラシャインに降格、そしてペンギンのパンダのやつが昇進して俺の教師になってしまった。だが俺にはプライドがある。何があっても屈しないぞ。違い、上司と部下の立場が入れ替わるとどうなるのか。おい部下、喋ってないで働け。はい、ペンギンさん。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。